はい、どうも皆さんこんにちは。ゴミ屋敷続きからやっていきましょう。前回でエンド3を、クリアいたしましたので、残りエンド4とエンド2ということで、今回はでは先にエンド4から、回収していきたいと思います。攻略を見ながらやっていきますので、最初の、分岐点選択肢まで飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、ここはウサギとカメのお話を、見たところですね。ここでエンド4に行くには、ウサギを殺すを選択したいと思います。ウサギ、邪魔だよね。ウサギを殺しちゃえばいいんだよ。殺しちゃうんですか？でも、もし、カメがそうしちゃったら、さっきのところ、もう一度覗いてみるといいかもです。覗いてみますか。どうなるかな。お家に帰ったカメは、一人で悶々と考えていました。ウサギがいるからダメなんだ。ウサギのせいで、頑張る気持ちがなくなってしまう。ウサギがいなければ、僕にだって友達ができるかもしれない。ウサギは、才能がありすぎてずるいんだ。欲張りなんだ。あいつを、殺してやる。数日後、カメはウサギの家に行って、毒入りの人参をプレゼントしました。わあ、嬉しい。カメさん、ありがとう。怖い。しばらくして、ウサギが死んだという話を聞いたカメは、大喜びしました。邪魔者がいなくなったカメは、早速友達を作ろうと、町に出かけました。ですが町のみんなは、ウサギがいなくなったことを悲しみ、カメの相手をしてくれません。ち、僕を受け入れてくれないこの町は、終わってる。そう言い残して、カメはどんどんひねくれてしまいました。めでたしめでたし。めっちゃ嫌なエンドだったじゃん。なんだか悲しいですね。でもカメにはウサギを殺してしまう力はあるんですね。そろそろ戻りましょうか。お話できてよかったです。ちょっと引いてんな、多分私の選択肢に引いてるな。じゃあ次の選択肢までまた飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、エンド4に行くための2つ目の選択肢のところまでやってまいりました。このお願い私のこと壊して、これを今回は分かった選択したいと思います。分かった。うわ、一瞬、もうなんかなかったものになってる。本当に出ていきましょう。これが2つ目の選択肢でした。じゃあ次行きましょうか。はい、ということで、鉢植えのシーンまでやってまいりました。エンディングに関係あるんですけど、ここでどの色の鉢植えを選ぶかは直接関係がないそうで、好きな色を選ぶといいそうです。今回は銀色にしてみましょう。まあ同じようなモンスターみたいなのが生えるのかな。おお、違う。なるほど、違うんだ。となるとちょっと他の選択肢というか、銅だけ見てないのか。ちょっと銅を見たいので一旦戻りますね。
はい、ということで再びこちらに戻ってまいりましたので、茶色の鉢植えを選択しましょう。どんなのが生えてくるんだろう。ワクワク。おー、なんとも言えない。わ、こんにちはちょっとあんた、それはちょっと想定外だわ。危なくはなさそうだけれど、あんたそれどうするのよ。うん、じゃあもう処分したいと思います。ここで処分するを選択することでエンディング4にたどり着きます。始末する。まあそれがいいわね。気持ち悪いし、なんだか不愉快だわ。あ、もう一瞬で処分したんだね。まったく、びっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょう。さあ、じゃあ最後この絵に触れたいと思います。あ、あれれ、色が変わってる。うわ、びっくりした。わあ、真っ暗。あれ、一緒。あ、燃えてる。そうだ、みんなどこ行っちゃったの。この絵、絵を切り裂く、そんなのがあったのか。邪魔。えい。え、先に行ける。私たちは何かを抱えてここに来た。役立たずな存在、どうでもいい人、邪魔なやつ、何もできない子、ダメな子、ゴミ。いつか自分でもそう思うようになってしまったけど、私たちを拒むこの世界の方がどう考えたってゴミ。すげえ、全部処分されてるわ。サンキュー。これがエンディング。うわー怖い。エンド4、不燃。燃えないんだ、この思いは。燃えないんだよきっと。これがエンド4ということで、では、最後にエンド2を見ていきたいと思います。ではまず選択肢まで飛ばしていきましょう。はい、ということで、一つ目の選択肢は、私がね、一周目に、選択した自分を磨くをまず選択していきます。まあ、ここは、見たので飛ばしていきたいと思います。はい、では二つ目の選択肢、こちらではできないを選択したいと思います。ごめんね。それはできない。これから何かいいことが起きるかもしれないし、こんなところでそんな期待しても仕方ないのに。あなた、もしかして頭ぶっ飛んじゃったの。でもそういう狂気、私好きよ。あ、気に入っていただけた。変な子ね。あなたがいつ壊れるのか楽しみよ希望すら持てない私の密かな楽しみにさせてね。別にあなたの不幸を望んでいるわけじゃないのよ。なるほど、こういう展開もあったんだ。愛してあげる、永遠に、ずっとずっと愛してあげる。
ちょっとあんた、信じられないわ。ドン引き。あんたそれどうするつもり？はい、ということで、こちらでの選択肢、育てるを選択したいと思います。愛を育てます。育てる。正気なの？何があっても私は知らないわよ。まあいいわ、あんたの自己責任ってことでね。おー、まったくびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょう。さあ、じゃあラスト連れて行きたいと思います。あれれ、色が変わってる。あ、びっくりした。わあ、真っ暗。あ、火事が起こるところまでは一緒。え、あ、燃えてる。そうだ、みんなどこ行っちゃったの？え、目の前に誰かいるし、あれ？みんないるじゃん。前もいたのかな？あの、僕、ちゃんとしなきゃって思うんです。まずは、一歩を踏み出すことから。先はまだまだ長いですけど。この場所に来れて、落ちちゃって。いろいろ自分を見つめ直せました。先で待ってます。ええ、待って、今までもあったのかな？よう、少しの間だったが、話せてよかったぜ。やっと体を元に戻せそうだ。感謝する。いつか、向こうの世界でも会って話をしてみたいものだな。私、帰り道を思い出したよ。君がすごくすごく前向きだったから、私も頑張ってみようかなって思う。大丈夫だよ、先に向こうで待ってるね。おお。あ、おじさん、何も言わない。この場所は生まれ変わろうとしているんだね。僕たちはこの死と再生の先にどう存在を証明できるのだろうか。僕はもう先に進むよ。くだらない遊びに付き合わせてしまったね。あの二人はいないのか。猫みたいな奴ら。大丈夫、私は諦めないから。ゴミなんかじゃないもん。きっと私たちは輝いていく人々と輝いていく世界に、ひどく、それは本当にひどく拗ねてしまっていた。できる人間じゃないからと言い訳をして、本当に人間の姿を保てなくなってしまったんだ。ひよこが鶏になる過程はいびつかもしれないけど、ゴミじゃないから。ゴミ屋敷。ああ、これはアイドルのみつめちゃんですね。あ、自分から嫌だってちゃんと言ってるんだ、きっと。ああ、学校に行ってる。一つ目の男の子だったけど、いびつになってただけなんだね、きっと。バドミントンもやれてるし、みんな幸せだ。あなたのおかげだよ。ああ、いい笑顔。サンキュー。めっちゃいい。
エンド2最短。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いやー、こういうでも明るいね、未来を見据えるようなエンディングを最後に見られて、よかったなと思います。とりあえずね、なんだろう、なんとも言えないんだけど、苦しいことたくさんあるけど、いつかいいことがあるかもしれないからっていうね、そういう意志で生きています生きています。まあ、私はまだまだ幸せな方ですけどね。ということで、ゴミ屋敷、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また別の作品でお会いしましょう。バイバイ。